皆さん、こんにちは、金鮭です。今日は、ナイトガンダム物語2で遊んでいきましょう。このチャンネルではファミコン、スーファミを楽しんだ40代の私金鮭が、懐かしのゲームを遊んでいきますので、ぜひご覧ください。早速ですが、アレックスが敵の城に短期で乗り込んでいるみたいです。敵が現れました。このゲーム、移動中のキャラが大きくて移動スピードも速いので、他のファミコン RPG と比べてサクサク遊べます。そんな構えではこの私は倒せん、アレックスパイセン無双中です。お決まりの人質作戦です。うわー。隊長のアレックスを失ったアルガス騎士団、騎馬隊、戦士隊、砲術隊はバラバラになってしまったようです。第1章はゼータが率いる騎馬隊のお話です。この辺の隊員たちのやりとりに遊び心があります。まずは RPG の基本、情報収集です。まずは馬小屋へ行ってみましょう。初めての戦闘です。まあゴリ押しで勝てるでしょう。うおー、会心の一撃です。楽勝です。馬小屋に着きました。アーガマを探しに行きます。アーガマの洞窟に着きました。100% ここにいます。サクッと発見します。次は息子がさらわれました。通行証を持っていきます。展開が早くて助かります。初めてのボス戦です。あ、少しピンチ。回復しつつ攻撃です。
なんとか倒しました。このゲームレベルが上がると HP と MP が回復するので助かります。少年を発見。ハイジャックごときでボスの BGM。無事に少年を保護、親御さんの元へ返してあげましょう。感動の再会だ、泣かすぜ。これで第1章は終了です。第2章は戦士隊ですね。明らかに知力がないチーム、回復魔法も一切なしです。今の地震で鉱山が塞がったようです。早速鉱山へ向かいましょう。戦士隊の初バトルです。パンチ力はあるみたいですね。鉱山へ着きました。マジかさすがに無理。奥にはおじいさんがいました。町へ戻ります。子供にお金を要求されます。ダブルゼータは大間抜け。ビッグドムのところへ向かいます。違う。ビッグドムとの戦闘、強敵です。
か。やられましたね。大間抜けが天に召されました。うおお、敵討ち成功です。爆薬もゲット。鉱山へ向かいます。岩を爆発。第2章もクリアです。第3章は砲術隊です。魔法パーティで一番戦いにくいですが、回復魔法は役に立ちます。この町の人は病気になっているみたいです。飛躍を取りに行けと。飛躍のありかまで来ました。うわぁ、まさかの不意打ちです。大丈夫、気にしないで。私は先に、おーい。どんな不意打ちを食らえば、隊員4人が同時にこんな目に遭うのでしょうか。町へ戻ります。飛躍が効かない。砦へ向かいます。あれ、素通りして砦を出てしまいました。12級の一つ、掃除級でしょうか。ドラゴン雌雄がいないと突破できません。一旦、町へ戻ります。目をつむる作戦で行きます。無事に砦に入れました。うるさーい。テゼとのバトルです。回復魔法が使えるので安心して戦えます。町へ戻ります。ウッディさん、不意打ちには注意してくださいね。神アイテムをゲット。
これで3章は終了です。それでは今回はここまでとなります。次回の動画では4章以降をお届けしますので、ぜひお待ちください。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。